さんが頭皮が乾燥しやすくてちょっと気になるっていうことと、はい、頭のマッサージが見たいですっていう方が結構いらして、うん、ハーバクア使った洗い流さないヘッドスパ頭すっきりコースを行います。ちょっとねこれは香りも楽しめるようなものなので、うん、どうですか、ローズとジャスミンの香りですね。あ、でも気持ちいいですね、うん、冷たくもないし、はい、そうですね、ひんやり感があんまりないので、うん、秋冬でもね、試していただける、うん、いや、気持ちいいですねそうですよねうん、いきなり特に乾燥されてる方はなんか潤わせた状態でやる方が気持ちよく受けられるかもですね、うん、ヒアロン酸とかも入ってるので実際にこう肌をしっとりさせる作用がありますね、うん、頭皮もね顔とつながってますんでね、うんうん、あと顔はね化粧水とかつけますけど頭皮は ね、 そうなんですよね、なんかやるわけじゃないので乾燥しがちですよね、うん、これが多いですね。うん。
くないですか。はい、はい、結構目の疲れですかね、ここから、うん、目鼻が良くないと起こるので、痛い。うん。上が響く感じですかね。大丈夫ですか。はい、失礼します。はい、大丈夫。痛い。どうですか。痛い。ちょっと寄せます。これで押し通すとどうですか。あ、痛い。どうやっても痛いですかね。これは痛い。だからちょっと腕の位置とかもちょっと痛くないように持っていきたいので。これでどうでしょうか。ああ、さっきより柔らぎます、はいはい、ちっちゃい。これ楽なところで止めたいんですけど、うん、しかしあの力を入れないでほしいんですよね、うん、置いとく感じで、はい、楽にしていただいて。かなり痛いですか。ちょっと痛い。ちょっと痛いぐらい。これでどうですか、ここ。緩いですかね、痛み感じ。チクッとした痛い。はい。ものすごい力が入りますね。はい、楽にします。
で、ラップにします、はい、で、もう一回試着します。どうでしょうか。あ、だいぶ痛みが取れました。はい、はい、ちょっと首の方を動き付けします。さっきので結構顔と頭は整ってるんですけど、うん、大きいですね。あと、首の後ろ伸ばしますね、うん、はい、上げていきます。楽にしててください、はい、もう辛くないですか、はいはい、伸びてますか、はい、はい、どうですかね。だいぶ、はい、痛くないですかね。うん、はい、うん、どうでしょうか。はい、はい、痛さは、あ、ちょっとまだ痛くない。さっきよりは痛くない、うん、そうですね、まあ、緩んでる感じあるので、ここはいいんですよね。でも顔の本当に鼻口顎は一直線上にしっかりなりました、うん、本当に、うん、どうですか。あ、気持ちいい。はい。
まあ、ちょっと右側まだ残ってますかね、だいぶこれで緩んでますので、痛みが軽くなってますよね。あ、はい、気持ちいいです、まあ、今、ね、あんまりそういうのがなくなって、はい、ね、つけられるようになりましたね、はい、お疲れ様でした。はい、頭すっきりコース、はい、ハーバークア使って、はいはい、やらせていただいたんですけども、はい、いかがでしたか。いや、だいぶすっきりしました、はい、やってる間もこう結構気持ちいいってそうですね、おっしゃっていただいて、はい、うん、やっぱり頭皮が、ね、硬くなったり乾燥したりっていうのはそうです、ね、結構多いですね。硬、くなりやすいですね。なんか精神的なものもね、顔とか頭皮って出やすいので、まあ、目の疲れもそうですしね、睡眠不足とか、いろいろ要因あるかと思います、まあ、ほぐすと結構自律神経が整うので、免疫力上がったり、お肌きれいになったり、いろいろやっぱよく眠れるようになるとかメリットありますね、はい、結構病院とか行くとヘッドスパ必ずやるんですけど、ここまでスッキリはしないので。ありがとうございます、はい、独特ですね。よかったです、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。